茶屋を過ぎるごとにね、道の表情が変わるんですからね。またこんなね、砂利の道になってきましたよ。もうあとはこれを重走路、そう、丹沢のね、重走路とつながるまで、あとひたすら行く。いや、途中でね、道がね、この穏やかになるんですけど、それまでが、きついな。いや、ガラ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 して、ちょっと歩きづらいね、ほんと。これ、ほんと、下りは大変ですよ。ちょっとね、踏むとこ間違えたら、ズルズルズル、ゴロゴロゴロですね。いや、しかし、こんだけ人が多いとね、ここは、遠野だけじゃなくて、そう、同じ丹沢でも、大山登ってんのかと、錯覚してきますね。道の悪さも似たようなもんだしね。ただこっちの方がね、高低差300メートル高いんですよ。大山をケーブルカーなしでね、足だけで登ると高低差900メートルでね、ここはね、1200メートルですからね。ついに40番です。40。そうするとね、あと5枚ぐらい、そう、45番ぐらいで終わりですからね。もうちょいですよ。本当にもうちょいですね。後ろの景色、止まんないですね。上りだからね、自分はこのね、モニター越しに見えるってわけで、これ下る人はね、この雄大な景色をね、見ながら下るんですからね。といってもね、さっきのね、花立茶屋ですか、そこちょっと過ぎるまでなんですよね。そこ過ぎちゃったらね、もう森の中ですからね。あ、やった。やっとね、きっつい上り終わりましたよ。登ってきましたね。で、こっからね、木道部分ですよ。もうこれでね、よいしょ、多少まだあるとはいえ、まあ、大体は終わりですね。いやー、絶景絶景。で、このね、木道を過ぎちゃうとね、まあ、尾根歩きみたいなもんですよ。まあ、ちょっとね、本当にまだ上がるところはあるんですけどね、まあ、今までに比べたらもうどうってことはないですよ。あの高いところが遠野岳ですかね。まあ多分そうでしょう。こうやって下るとね、また登り返ししなきゃいけないってんで鬱陶しいんですけどね。まあもう消化試合みたいなもんだからいいやって感じですよ。でね、こうほっとね、気が抜けてね、安心してるとね、まずいんですよね。脇がね、こんなんすからね。この人工物、まあ、相当急ですけどね、うん、まあいいでしょう。まあ、これをね、抜けたら、まあ、下りは終わりですね。うわ、うわ、うわ、すっげえわ、これ。いやいやいや、ね、これ、雨の日なんか、こう、川の源流になるのかね。すごいね。これを登ると、丹沢重走路と合流ということに。なります。合流ですよ。合流大倉ね、 6.4 キロ、いや来ましたね。そう、今日はこっち行くんですよ。この大倉をね、ナンバー43でとりあえず合流ですね。で、これね、こっち行くと鍋割山なんですよね。まあそっち行くっていう人は、まあ行ってみるのも面白いでしょう。まあ今日はね、これ遠野岳行きます。まだまだあるか。いやー、あと600メートルか。うん。まあ、なんとか、なるでしょう。よいしょ。さて、この合流部での時間ですよね。12時36分か。そうすると、遠野岳は13時過ぎかな。最初、大倉の秦野ビジターセンターでの見積もりだとね、まあ、おそらく14時前かなと思ったんですよ。遠野岳着くのはね、まあ、なんとか13時過ぎには着きそうですね。あの花立茶屋ですか、あそこでね、シルクを食ったり、まあ、他にもいろいろと大休止取ったりでね、あと撮影しながらね、いろいろと立ち止まったりとかやってるんですけどね、まあ、それ引いたらもっと早く行けてるよな。大倉尾根との合流点からね、あと600メートルで遠野岳といってもね、やっぱり山の600メートルとね、町の600メートルって違うんですよね。ほんと、しかも上りだしね、まあ体感的にはね、
3倍あるって感じですよ。やっぱりね、1回通ったぐらいじゃあんまりよく覚えてないところの方が多いですね。2回や3回通ればね、まあ、大体わかるんですよ。さっき登ってまたちょい下って登り開始ですよ。いや、これがね、おそらくね、最後の登りでしょう。いや、なんとか平らなとこ出ましたよ。こんなとこあったっけかな。いや、助かった助かった。ちょっとはこれで息がつけますよ。いや、大倉をね、扱いなんだな。人工物見えてきましたね。そうですよ、これね、この遠野岳のね、ソーラーシステムですよ。もうちょいです。これで本当に山頂です。もうすぐそこ山頂であります。いや、皆さんいらっしゃいますね。いや、登った登った。もうちょいもうちょいね。いや、着くぞ着くぞ。いや、着きましたよ。いや、遠野岳、いや、なんとか登りましたね。まあ正式な山頂はあそこね、地蔵の並んでるあのポールがそうなんですよ。いや、しかしこうね、連休の谷間と上、結構皆さんいらっしゃいますね。いや、これ本当にね、本当連休だったらえらいことになってそうですよ。さて、さあ、もうすぐですね、遠野岳山頂ね、着きましたね。いや、着いたね。1491m、 神奈川県、ね、このね、地蔵がまた名物なんですよね。ちょっとこの山荘の向こうは見えないんですけどね。いや、こっちも見えますね。いや、見える見えるですよね。ちょっと藪が邪魔なとこもありますけど、でもね、やっぱり遠野岳から見るって言ったら富士山ですよね。これですよ、これでこそね、遠野岳の醍醐味ってやつです。さて、時刻の方はどんなもんでしょうか。13時1分。あ、予定してたよりも早いです。いや、これはありがたい。ちなみにこの山頂ポールの裏にね、温度計あるんですよ。こうね、日の照ってるところにあると正確な温度とは違うんですけどね、日に照らされても15度ぐらいしかないですね。やはり山頂1400メートルともなると涼しいです。さっき大倉をね、登ってる途中のね、花立て茶屋、あそこでね、汁粉食ったんですかね。あれぐらいじゃちょっと足りないんでね、これから飯にします。まあ、皆さんね、ガスとか使ってるんですけど、まあ私もエスビットと行きたいとこなんですがね、時間がないんでね、まあ普通に食います。始めましょう。こういうね、時間がなくて火を使わないとっとと食う時のための私の定番、ウーロン茶と中華まんです。では早速いただきましょう。肉まんとピザまん各3個で6個入りなんですよ。でそれぞれね、もうカロリーがね、肉の方が224で、ピザの方が214キロカロリーですからね、まあ4つも食えばね、腹いっぱいってわけで、非常にね、これはね、携帯するのにも便利だしね、一気にね、こう燃料になるって便利なんですよ。問題はね、これ加熱してないんですよね。食います、このまま食います。本来ならね、電子レンジで500ワットで40秒です。でもね、ここならね、このまま切って食って0秒です。ではね、これこのままいただきます。これね、もう出荷の段階で加熱されてんですよね。ですからね、このまま食っても問題ないんですよ。ただ食感がね、ちょっとパサついてるんでね、
まあ蒸しパンの中にね具が入っているようなもんなんでね、本人がそれでよければ全然問題ないしね、今まで何度もやってもね全然ね腹も下しないし、まあ大丈夫ですよ。と言ってもね、メーカーの言うこととは違うやり方やってんで、まあ真似する人は自己責任で。ではいただきます。まあ普通にね肉まんなんですがね、やっぱり、ね、口の中の水分持ってかれますね、パサパサしてます。いやウーロン茶合いますね。まあ食えりゃいいんです、食えりゃ。こうやってね体使った後だとね、ちょっとこれにね醤油を刺したいんですよね。やはり塩分かなり使いますからね。だから普段ね塩分取りすぎだな、やべえなって人は山登るといいですよ。本当にね塩取んないと体動かないですからね。だからね普段本当にね塩っ気の多いもん食いたいって、もうラーメンをね死ぬまで飲みたいって人はね、まあ翌日翌々日にね山ですね。だからね二郎ラーメン食った後はね山登れ、まあそういうわけですよ、ね。いい場所が空いたんでね、ちょっと位置を動かしました。じゃあ次はねピザマン行ってみましょう。これピザマンって言ってもね、要は中にねまあミートソースが入ってるようなもんですよ。チーズ風味のね、うん、まあ、チーズ効いてるか分かりませんけど、まあ行ってみましょう。いただきます。要はねナポリタンのミートソース入ってるようなもんですよ。いや本当これチーズ効いてた方がうまいのにな、うん、これちょっとチーズが効いてないですね。まあ中身こんなんですよね。ほんとこれチーズ入れた方がうまいよ絶対。これでもっと温まってりゃうまいんですけど、いやこれ本当にね電子レンジなしで S ビットで温める方法ってないかな。このまま網で焼くかね。ほんと私はねこの中華まん季節のせいでね置かなくなったのかなと思ったらそうじゃないんですよね。この前なかったけど、まあ行ったらちょくちょく置いてあるんですよ。千歳烏山駅前のね大関ってスーパーで買うんですけどね、これね消費期限がね短いんですよ。5月2日、まあ今日で、まあ、これ消費期限なんですけど、これ3日くらい前に買ったのかな。だから店としては残ったらねこれね廃棄処分もったいないですからね。だからちょうどね売り切るぐらいしか仕入れないんでしょうね。やっぱりピザマンにウーロン茶は合わないですね。肉まんはぴったりだったんですけどね。コーヒーの方がいいのかね、うん、一応イタリア風味ですからね。本当に4個も食うとね腹いっぱいになりますね。まあ、6個入りなんでね2個残ってますけどね、まあ、これはね途中で腹減った、あるいはね、まあ、家で食うとかしましょう。ではねここを撤収して下山いたしましょう。